いやね、メーカーフェアでも何人かの方々から聞かれたんですけど、はい、あのうちの委託販売、まあマーケットプレイスっていう名前をつけてやってるんだけど、はい、その委託販売ってどうやってやるのとかね、はい、うん、なんか委託販売したいんですよ、よろしくお願いしますみたいなのは結構言われました私。そう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 、いやそれってちょっと違ってて、はい、いやこっちからお声掛けするわけじゃないんだけども、その辺がちょっと、はい、なんていうかな、皆さんにちゃんとお伝えできてないのかなというのが、はい、今回の、はい、メーカーフェアのたくさんある反省点の一つ、はい、反省点はたくさんありますけど、反省点たくさんあるんだけど、はい、なので、じゃあ実はだからマーケットプレイスは申し込みの方法がありますんで、マーケットプレイスじゃないね、委託販売、委託販売は、はい、申し込みの方法があるので、ぜひ、はい、なんですか、なんかいいものを作ってたら、はい、委託販売をやってみてください、というのが、はい、今回の趣旨、はい、趣旨です、はい、終わっちゃったじゃないですか。いやそうで、問題の一つとしてはそのマーケットプレイスのページがどこにあるのか分かりにくいっていうのも、いや、そもそも、はい、委託販売ってものと、はい、マーケットプレイスって名前がまずつながってない、これで、ね、ダメじゃないですか。それはダメですね、うん、それはマーケがもうマーケが悪いんです、もうマーケが悪いんですけど、うん、そうですね、だから、世の中で委託販売って言われているものは、うん、僕らではマーケットプレイスという名前をつけてやってますよと、はい、例えばうちのその商品ページの左横のメニューのかなり上の方に、マーケットプレイス、委託商品っていう項目があるんですけれども、はい、ここが皆さんから委託をお受けして売ってるものなんですが、ここはもうすでに267商品あります。はい、はい、増えましたね、はい、なのでその委託販売イコールマーケットプレイスですよっていうのはぜひ覚えてください、はい、ただマーケットプレイスっていうとね、超有名なのがアマゾンなんですけど、はいはい、アマゾンのマーケットプレイスとちょっとかなり違うのは、はい、アマゾンのいうマーケットプレイスって出品している本人が本人の会社とかお家とかから商品を送ってくるのがアマゾンさんっていう、ね、マーケットプレイスです。僕らの言ってるマーケットプレイスは、商品を皆さんからお預かりして、僕らの倉庫にね、まあ、倉庫に、在庫させていただいて、はい、僕らが注文を受けして、うん、発送してでお金を回収して、はい、でマージンをちょっとだけいただいて、残りをお客様にお支払いするということをやっています、はい、そうです。これが僕らのマーケットです。マーケットプレイス。いいですか？はい、私は知ってますよ、私は。っていうのを、はい、ちゃんと説明しないといけないから、僕が説明する羽目になってるわけじゃないですか。すみません。それからマーケットプレイスの申し込み方法が分かんねえと、はい、さっきの話ね、はい、でそもそも申し込むもんだったっていうことを知らなかった。そうなんです、結構いらっしゃいました。でマーケットプレイスの申し込み方法、このウェブのですね、当社のウェブページのを開いていただいて、一番下の灰色のどこの一番右の方にすごいマーケットプレイスという、はい、すごい案内の仕方ですけど、はい、一番右の、一番右下、この辺に出しておきますので大丈夫、はい、一番右下の方に、はい、マーケットプレイスというリンクがあるので叩いてくださいと、はい、だここで概要説明があるので、はい、読んでいただいて、読んでいただいて、その先には、申し込み方法とかも書いてありますので、はい、ぜひそれをよく読んでいただいて、申し込んでみてください、はい、申し込み方法はメールなんだよね。メールです。そうですね、はい、メールでお問い合わせいただくという形です、はい、いう形です、はい、ただし注意事項がある。で、僕らそのマーケットベース、その委託販売と言ってる中では、はい、かなりその手数料、僕らのいただくマージンを抑えたつもりなんですよ、はい、でその一つ の, その方策としてですね、僕らとしてはもう必要最低限のことだけをやりますと、うんうん、うちとしては、まあ、商品ページに掲載することとお金を回収することと、うん、まあ、売ってね、うん、お客さんからお金を回収することと、それから、商品を発送する、お客様に発送するということ、はい、まあ、そこだけをやらせていただきます、はい、で結果として僕らがやらない部分っていうのが残ったんです、はい、で僕らがやらない部分っていうのはその何ですか、
そのお客さんからお預かりしたその商品を大々的にこうキャンペーン貼って宣伝する、はい、ということは残念ながらしていません。していません、はいはい、だからここはあの皆さんにご自身でやっていただく必要があるのかなというところですね、はい、これが制限事項、制限事項ですね、はい、制限事項です。他にももちろん細かいところはあるんですけど、そんないっぱい注文があるんですか。いや注文があるというかですね、売り物なので梱包は気をつけてくださいとかそういう、はい、名付け名前をつけるときはその他社の商標を侵害してないかとか、あ、はいはい、まあ、売り物なのであのお客様がいるものなのでそういうところでちょっと気にしてこっちから細かいことを言うかもしれませんっていうことです、ね、はい、そこだけご了承ください、ね、ご了承ください、はいはい、その辺はあのメールでやり取りをさせていただく中でいろいろとお話をしていきますので、はい、最初からそんなにガチガチに気をつける必要はないです。そうですね、うん、ただそんな、うん、分かんないですからね。そうそう、はい、多分ご存じないと思うので、はい、うん、ただまあそういう部分で皆さんに、まあ、ここをこういう名前にしてくださいとかこういう梱包にしてくださいとかいう形で、はい、まあ、ちょっと細かにお願いすることがあるかとは思うんですが、まあ、どうぞよろしくお願いしますというところですね、はい、まずはお気軽にお問い合わせください。はい、お問い合わせをお待ちしております。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。